横浜は1番は1年生からレギュラーの荒波です。初戦は3番を打ちましたが今日は1番、初戦打点1つあります、盗塁は3つ。9回投げて打たれたヒット7本、フォアボールは与えていません。初戦の斑鳩高校戦です。鶴川、まずはビートさん、立ち上がりインコースインコースでバッテリー来ましたね。そうですね、ストレート主体に投げてますね。はい、馬淵監督からは変化球でかわす、そういうことを考えるなどと言われてきました。マウンド上鶴川です。早くも守備位置に指示を与えています。馬淵監督、センターの田久保が左に寄りました。守る明徳義塾、いい当たりだ、取れません。荒波は三塁向かった。横浜立ち上がりノーアウト三塁。いやー、ビトさん、当たり痛烈でしたね。強いライナーでしたね、はい、ライトの手前でまだ伸びたような感じしましたもんね。追い方見てるとビトさん、伊藤が取れるかなって感じありましたけどもね。そうですよね、弾丸ライナーでスリーベース、横浜ノーアウト三塁。1回立ち上がり、2番は初戦は1番バッターでした松原です。尾藤さん、守る明徳は前進守備しませんね。そうですね、はい、もうあの傷を大きくしたくないということで、この1点はもう、やむを得ないという守りですね、はい。で、尾藤さん、ノーアウト三塁で横浜の渡辺監督が、まあ、どうやって点を取ってくるかですね。そうですよね、はい。まあ、その辺はこう相手明徳のピッチャーの鶴川君の調子をどう見抜いてね、両監督とも試合前は3点までの勝負じゃないかという話をしてました ね、マウンド上の鶴川投手はちょっとこう左足の上げ方に特徴があります。バッタータイミング取りづらそうなところはビトさん、ありそうですか。ややその左足がね、はい、ちょっと止まるような感じがありますからね。2年生のピッチャー、まあ、正式に言うとまだ3月ですから1年生です。これで 2-3。 横浜渡辺監督は甲子園32勝、立ち上がりチャンスの横浜、インコース、まあ、とにかくキャッチャーの田辺もインコースどんどんつくリードをしたいと言ってましたが、ビトさん、そういう立ち上がりになってますかね。そうですね、まあ、あのうまくカーブも使ってますけれども、はい、インコースの強い球をね、行かせてますよね、はい。フルカウント、先頭バッターの荒波が横浜はスリーベース。明徳エースは2年生の鶴川、明徳は2年生バッテリーです。インコース、あっと肩口デッドボール、思い切ってインコースを突きましたが、ノーアウト一塁三塁ということになりました。あ、早くも馬淵監督は伝令を送ります。今日は怪我をして右手小指の骨折で出られません、キャプテンの沖田が伝令としたマウンドに向かいます。2年生エースの鶴川投手は、ビトさん、やっぱり立ち上がりのスリーベースで動揺というのはありますかね。ありますね、ます明らかにありますね、そのあたりをこのキャプテン3年生を中心に盛り立てようという明徳義塾。
まあ、守りのいい明徳ですからね、はい、なんとか低めのボールで内野ゴロを打たせてね、アウトカウントを稼ぎたいところですよね、はい、もう得点は1点はしようないですよ。うまく内野ゴロを打たせればダブルプレーというケースでもあります、まずはカーブでストライクです。守りもダブルプレーを取ろうというシフトですね、尾藤さん。そういう守りですよね、はい、まだアウトカウントは取れていません。マウンド上の鶴川、もう1球2球外へ、今のはいっぱいいっぱいのところでしたね。あ、厳しいコースでしたね。追い込んでいます鶴川。今のは尾藤さん3球勝負に行ったんですか。まあ、キャッチャーとしては、ね、はい、ややボール気味のところに構えてましたけれどもね、鶴川君の投げたボールはストライクに入ってきましたね、はい。受ける田辺は昨年の優勝投手、田辺投手の弟です。ワンアウト取りました。タッチアップから三塁ランナーホームイン、犠牲フライで横浜1点先制。立ち上がりに横浜まず1点先制です。今のも尾藤さん外のボールだったんですが、こう逆らわずに打ってきましたね。あ、そうでしたね、はい、これもキャッチャーはね厳しく外してるんですけれどもね、はい、中にシュート気味に入りましたもんね。よく言うのは右ピッチャーが右バッターの外に投げたボールシュートしてくると怖いってこと言いますよね。そうなんですよ、一番長打されるケースがそのボールなんですよね、はい。さあ4番の黒木です。初戦は2打数2安打フォアボール2つ、全打席出塁しました黒木です。一塁ランナースタート、セーフです。足が早く入りました。盗塁成功。初戦も6盗塁してきた横浜ですが、やっぱり初回から尾藤さん来ましたね。かなりあの足には自信持ってますね、はい。まあ、尾藤さんよく言うのは足にスランプはないってこと言いますよね、よく言いますよね。そして1点取られた後に盗塁決められて、このマウンドの鶴川の精神状態がどうかというところです。もう今のライトフライでね、はい、少しは落ち着くのかなというふうに思ったんですけれど、そこへまたスコアリングポジションで盗塁でしょう、はい、なかなかね落ち着きを与えてもらえませんね、あ、横浜が与えさせてないんですねと思いますね、フォアボール。変化球が決まりませんでした。ランナーを2人背負うことになりました。ショート吉田真嗣君、ワンアウトで一塁三塁。初戦は7番バッターでした吉田真嗣、一塁二塁にランナーを置いています。ダブルプレーはどうでしょう。一塁だけです。ようやく2アウトを取りました。ランナー二塁三塁と変わっています。尾藤さん、この鶴川投手が初戦は9回投げて四死球ゼロですが、早くも立ち上がり2つですからね。あ、そうですよね、いかにまあこの横浜戦緊張してるかということでしょうね。今のは膝元いいボールでした。ここに水戸さん決まっていればというピッチングですよね、今のはコースといい高さといいね、申し分なかったですね、はい。この横浜に対して明徳の各選手はやはり横浜という対戦相手はちょっと他のチームとやるときとは気持ちが違う、そんなことも言っていました。
さあ1点でしのげるか鶴川。もう2度3度サインには首振りました。投げたかったボールはまっすぐでした。最後はインコース。最後はビトさん、いいボール来ましたね。いいボールでしたね。ただビトさん、よく1点で抑えましたね。そうですね、横浜高校立ち上がり犠牲フライで1点を先制しています。まあ、1点で抑えたということでね、はい、鶴川君、これが立ち直りのきっかけにしてほしいですね、はい、そしてチャンス1点取った後もランナー残りながら1点しか取れなかった横浜の気持ちはどうですか。そうなんですよね、もう1点、あれはやばよくばもう2点欲しかったというところですからね、まあ、ですからなかなか、まあ、最初はこう1点3塁だと、まあ、犠牲フライで取れましたけれども、鶴川君なかなかのもんだぞということは、はい、認識したんじゃないですかね、さあその横浜が守りについています。吉田真嗣君、レフト松原君、センター荒波君、ライト吉田仁君。横浜は初戦出ていなかったライト吉田仁キャプテン、そして初戦はサードを守っていた西江が今日はマスクをかぶっています。正捕手の村田は今日は控えです。2年生の正捕手村田、背番号10番の涌井は初戦もリリーフとして2イニング投げています。横浜渡辺監督は58歳、甲子園32勝、放送席は甲子園35勝、元三ノ島高校監督の尾藤忠さんの解説でお送りしています。横浜高校対明徳義塾高校の一戦、7日目の第2試合、今日も横浜のマウンドにはエースサウスポーの成瀬が上がっています。初戦は7回投げてご覧のピッチング、三振もないんですがフォアボールもゼロ、4安打に抑えました。なんといっても秋の公式戦のデータですが、73回3分の1投げてフォアボールは8つだけという、ほとんどフォアボールないというね、ピッチングですね。少ないですね、防御率も0点台、 0.98 というピッチャーです。ショート松原君、初戦も1番を打ちました。2年生の松原がトップバッターです、明徳義塾。まずは初球変化球です。179センチの成瀬、まっすぐ、スライダー、カーブ、そして左バッターの膝元に沈むスクリューボールも持っています。明徳の馬淵監督もそのスクリューボールを警戒してまして、どういったところでビトさん、そのスクリューボールを使ってくるかですね、バッテリーがね。そうですね、ノースリー、コントロールのいい成瀬ですがノースリーです。初戦も立ち上がりは決してよくなかったという成瀬、尾藤さん、初戦はコントロールを気にするあまりに腕がきちんと振れなかったと言っていた成瀬ですが、はい、立ち上がりの4球いかがですか。ちょっとこう厳しいコースを狙いすぎているかなという感じはしましたね。抜けました、先頭バッター出塁。コントロールのいい両投手がともに1回にフォアボールを出しています両チーム。2番セカンド川崎くん、セカンド同点のランナー、ノーアウト1塁という明徳、2番の川崎です。初戦は送りバント1つ決めています。ここもビトさん、しっかり確実にという見方でいいわけですかと思いますね、はい。最近の明徳の馬淵監督の戦法というのは手堅く手堅くという感じになりましたもんね、ただ馬淵監督が心配していたのは成瀬投手は牽制がうまい、ランナーもちょっとリードは小さめにという話をしていました。フライになった、ランナー戻ります。遅れませんでした。ワンアウト一塁、
手堅く行こうというところで遅れなかった明徳義塾。バントするにはビトさん難しいボール来ましたか。いやそんなに難しいっていうふうには見えませんでしたけどもね、もうちょっとこう慎重さが欲しかったですね。今日は3番です。初戦は6番梅田。初戦は3番に入っていたこの沖田が右手小指の骨折で今日はゲームに出られません。明徳義塾代わって3番は2年生の梅田。これで2ナッシング。送らせなかったということでこの成瀬の気持ちだいぶ変化はありますかね。今の2球に、ね、その変化が出てますね、はい、いけるぞといういいボールが2球来ましたからね、簡単にサインが決まりました。右バッターから見ると外に沈みながら逃げていくスクリューボールを持っています。そのボールが来るか。一塁ランナースタート。面白いところです。落ちた。ランナー好判断で三塁へ。いや今はランナー判断良かったですね。美藤さん、難しい判断の難しい打球だったんですけれどもね、思い切った判断をしましたね、はい、もし取られれば完全にダブルプレーだったんですが。さあ今のバッティングです。インコース高めのボール。この時点でもうビートさん二塁回ってますからね。回ってましたね、まあピッチャーとしてはねもう完全に打ち取った当たりなんですけれどもね、はい、ランナー三塁一塁になりました。4番バッターの山口を迎えています。内野はビートさんダブルプレーのシフトでいいですねこれね。あそうですね、はい、中間守備ですね、4番の山口。止めた。アウト一つは取りました。明徳義塾同点。サードゴロの間に1点。立ち上がり両チーム1点ずつ。これで立ち上がり美藤さん見る方は面白くなりましたね。そうですね、まあ、しかし今のね、はい、強烈なサードゴロ、ね、サードがよく身を挺して止めて、で冷静にセカンドでアウトを取りましたからね、さすが守りが鍛えられてるなという感じしましたね。両チームとも初戦はエラーありませんでした。サードは2年生の石川です。2アウトを取っています成瀬。なかなかサインが決まりません。内野ゴロの間に1点失っているマウンド上の成瀬。あっとランナーは2塁へ。さあこれで勝ち越しランナーが2塁ということになります。成瀬のワイルドピッチ。2アウト、アウトカウント1つ増えるたんびに気持ちが変わる。ランナーが動くたんびに気持ちが変わる。ピッチャーの心理が今美藤さんぐる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 動いてますね。そうですね、両チームの両投手ともにそうなんですよね、はい、田辺は初戦は2安打放っています。今のは外へちょっとシュート回転のボールですか。あちょっとシュート気味でしたね、はい、ですから右バッターからは逃げていくボールということになります。際どい外2つ続けてそろそろビトさんインコース来るかなというタイミングですよね。うーん1球は投げてみたいところですがね、はい、成瀬と今日は西江のバッテリーです。横浜上空緩いんですが風があります。ラーとミスが出た。横浜明徳勝ち越し。
守りの堅かった横浜にミスが出ました。横浜らしからぬ点の取られ方です。どうしたんだという表情の渡辺監督。尾藤さん、セカンドとライトのちょうど、ね、間ぐらいには上がりましたが、そうなんですよね。そんなに今日強い風でもないと思うんですけれども ね、ちょっと声のこうかけ方が、ね、うまくいかなかったんでしょう、はい、これはレフトの守備範囲です。レフト松原、これで3アウト。立ち上がり両チームとも点を取りました。明徳2点、1回割って明徳が逆転に成功しています。